どうも、内山美恵です。今回は7月26日に行われる柏崎花火の会場までのアクセスをいくつかやっていこうと思います。毎年行かれる方は自分なりのコツなどもあると思いますので、自分はわかるけど今年初めてのお友達やお客さんを招いていて説明するのがちょっとという時に活用していただいたり、今年初めてで行ったことがない場所って会場のイメージがつきにくいという方は、ほんの一例ですが会場までのなんとなくのイメージの参考にしていただけたらと思います。屋台の場所や本部、花火打ち上げ場所なんかも見に行ってきます。それでは本日もよろしくお願いします。今から青色の事前予約なしで当日受付が可能な駐車場に向かいます。第一中学校も駐車場になってます。これで海沿いに出ます。まずは右側から行ってみよう。ここから左は車では行けなくなったはず。行きましょう。屋台とかフードが多分この辺にじわって並ぶと思います。そして有料の観覧席と、あとこっちにいろいろこう見れます。気持ちがいい。あっちが来た。神嵐下たしだしだしだし山瀬どういうことだ。来た来た来た親父。すごい完璧な BGM を。あ、止まった。これだこれだ。階段席あった。なんだっけな、なんだっけ。階段席とマス席とベンチと椅子。これとこれとこれとこれがあって、私はマス席しか経験したことがないんですけど、好みに応じて目的に応じて選べるのはいいですよね。打ち上げ場所が柏崎花火は3箇所。あるんですけど、じゃあ私が代表して先端まで今から行ってまいります。打ち上げ場所の3箇所見てきます。レッツゴー。シグラスあった。貝殻とシグラス、イエーイ。初めてここまで来たわ。舗装されてるところとも合流しました。これがあの打ち上げ会場堤防だ。一般の人は入れないけど、当日の花火が打ち上がる場所、あっちと確かあっちが海中空の
発射場所 で向こう側が尺玉一斉同時打ちとか3箇所から打っちゃう。いや、着いた着いた。わー、遠かったね。打ち上がる花火側の目線これだよ。あ、お客さん遠いぜ。ちぴょーんって花火側の気持ち見とけよ。ちぴょーんみたいな。え？花火さん目線だもんね、こちら。この戦場一帯が肌目見れるっていうことだもんね。こっちから見えてるってことは向こうから見えるってことだもんね。夕日ドームのこっち側、今度は会場よりちょっと西側。ユーミさんとかこっちからも見れます。当日受付有料駐車場が集まるもう一箇所に行ってみます。当日受付有料駐車場を下見してきました。事前予約制の駐車場もあるので、本文概要欄のところにリンク貼っておきます。ここからは柏崎駅スタートで歩いて会場まで向かう方のルートやってみます。途中まで車、最寄り駅からは電車で来るパーク&レールライドもこの動画の概要欄にリンク貼っておきます。一番わかりやすいのはまっすぐ進んで突き当たったら左です。マップで赤いラインのところが当日の夕方5時から車両通行止めになります。最後は祇園祭り発祥の八坂神社にも立ち寄りました。いかがでしたでしょうか。今回は当日受付の駐車場からスタートしましたが、事前に予約して利用する駐車場や渋滞を回避する公共機関の利用もおすすめです。この動画の本部概要欄にもリンク貼っておきますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。お出かけ前にチェックよろしくお願いします。それでは今年の柏崎花火も楽しんでいきましょう。お気をつけて。ありがとうございました。